宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。タナラ女性たちの不動産メグ登録実務講習の予約した方がいいですか編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで皆さん自己採点はできましたでしょうか。まだですね合格発表前ですけれども、実はですねもう動き出した方がいいのが登録実務講習なんでございます。これはですね宅建試験に合格したらですね宅建士の登録をするんですけれども、その際にですね必要なのが実務経験なんでございます。ね、こういう話をするとですね、まあ俺は不動産業界で働いてるからもう実務経験なんかあるから講習なんか必要ないっていうふうに言う人いっぱいいるんですけれども、もしかするとそれ実務経験にですね、該当しない可能性がありますんでですね、ご注意いただきたいんです。実際ですね、私の知り合いの中にもですね、不動産会社に勤務しているにもかかわらず、実務経験としてですね、認められなかったっていう方がですね、いるんでございます。実際にいます。実務経験に認められないということはどういうことかというと、登録実務講習を受けなきゃいけないということなんです。これ実務経験でですね、資格登録申請される方はですね、宅建業の実務経験が申請時からですね、過去10年以内に2年以上あることが必要になってきます。またですね、実務経験先である宅建業者にですね、備え付けている従業者名簿、これにですね、氏名が載っていることは条件になってきます。これですね、他の仕事を兼務している期間だとか、あとはですね、昼間のですね、学生である期間なんかはですね、認められません。重要なことはですね、実務経験として参入できる業務内容は、免許を受けた宅建業者としての業務、または宅地建物取引業者の従業者としての顧客への説明、物件の調査と具体的なですね、取引に関する業務を言います。宅建業のですね、取引実績がない場合ですとか、主たる業務がですね、宅建業ではない場合に関しては実務経験とは認められません。例えばですね、どういうケースがあるのかというと、よくあるのが賃貸管理会社の場合ですね。例えば賃貸の物件をですね、管理しているだけで直接客付けをしてなくて、いわゆるですね、エイブルとかアバマンショップさんとかですね、地場の不動産さんのところにですね、リーシングって言って図面を持ってって、うちの物件紹介してくださいって頼んでですね、それで客付けしてもらっているようなケースですね。要するに自分自身でお客さんを案内して、お客さんをですね、入居させたことがないような会社ですね。そういう会社ですね、自社で客付けをしてないっていう言い方をするんですけども、そういう会社に勤務しているとですね、宅建業者ではなくてですね、管理だけをやってるっていう形になってしまうので、宅建業の実績がないというふうに言われてですね、実務経験に認められない可能性がありますのでご注意ください。これは実際にですね、登録申請するときにどういう実務経験があるのかっていうのをですね、具体的にいろいろ細かく書くんです。こういう申請用紙がありましてですね、細かく書いていくので結局ですね、バレるんでございます。でですね、ここからは2年のですね、実務経験がない方がですね、受講しなければならない登録実務講習についてですね、ちょっとお話をしたいと思います。ちょっと気が早いんじゃないかというふうに思うかもしれませんけども、実はですね、そんなことないんでございます。これですね、合格してから予約しようと思っている方たくさんいると思うんですけども、それですね、予約が取れなくなる可能性があります。コロナ以降ですね、おそらく1会場あたりの人数を少なめに設定しているせいかですね、合格発表後にですね、動き出すとですね、すごく後の講習しかですね、予約が取れないっていう可能性があります。ただですね、ご安心ください。これですね、実は登録実務講習はですね、合格発表前でも講習の申し込みができるんでございます。実施団体にもよるとは思いますけれども、万が一ですね、不合格だった場合はちゃんと返金対応もしてくれるそうなので、早めにですね、宅建士として充実をしたいという方はですね、もう申し込みをすることをお勧めいたします。ちなみにですね、登録実務講習の最後にはですね、試験があるんですね。もう試験終わったばっかりまた試験の話するなって思うかもしれませんけども、一応試験があるんでございます。これどうせ簡単な試験でしょっていうふうに思いたい気持ちはわかるんですけども、これ舐めちゃいけないんです。これちょっと詳しく解説しますね。どういうことなのか。これはですね、登録実務講習は実施団体にもよりますけども、2日間またはですね、1日の講習を受講することになります。オーソドックスなですね、日程としてはこんな感じでございます。じゃあ講習で何をやるのかっていうですね、お話なんですけれども、ズバリですね、やることはこちらです。重要事項説明書と契約書の作り方、これでございます。要するにですね、皆さんは今までですね、宅建試験勉強で35条書面や37条書面ですね、記載事項はですね、一生懸命覚えたと思います。ただですね、充設や契約書をですね、実際に作ったことないんじゃないでしょうか。ね、そんな人をですね、現場にいきなり送り込んだら大変なことになります。これですね、宅建士になる以上は、重要事項説明書とですね、契約書はですね、作れなければ話にならないんです。就職や転職してから先輩に教えてもらおうなんて思っちゃいけませんよ。これはですね、そういうものではございません。そういう考え方はですね、大間違いでございます。
宅建士はですね、当然に重要事項説明書と契約書は作成できなければいけません。就職したらいきなり作ってください、そういうことになります。これですね、何々士っていうのはですね、始業者っていうんですけども、始業者っていうのはですね、その人自身にですね、特殊能力があるっていうふうに思われてますので、その人自身がですね、自分で重説や契約書を作れるから宅建士だっていうふうに周りは思っているというふうに思ってください。ですからですね、宅建士持ってるけど実はまだ実務やったことないんで作ったことありませんっていう言い訳は通用しないということです。まあ、とはいえですね、試験勉強では記載事項しか覚えていないので、作成方法についてはですね、実務経験がないとやっぱりわからないというところもあると思います。そこでこの講習ですね、登録実務講習で一人でですね、重説と契約書が作れるようになるように徹底的にしごかれると、そういうことでございます。ということはですね、どういうことかというと、このですね、講習の最後に行う試験というのはですね、一定の資料を見ながら一人でですね、重説と契約書を作成するという試験だと思ってください。例えばですね、試験内容としてはですね、こんな感じになります。丸×問題で20問、記述式で20問で、試験時間がですね、60分という形になっております。で、終了要件がですね、それぞれ8割以上の正解というふうに言われております。これ記述式もあるんです。まあ、基本的にはですね、ちゃんと講習をですね、集中して聞いていれば大丈夫なレベルなんですけども、これ寝ていたりとかですね、適当にやっていると、これ落ちる人いるそうです。これ実際ですね、講師の方にも聞いたんですけども、落ちる人います。まあ、これにですね、落ちるような人はですね、そもそも宅建士になってもらっちゃ困るというような感じの試験だと思ってください。これですね、一人で重要事項説明書とかですね、契約書を作ったことがないという方はですね、必ず予習をしてから挑んだ方がいいと思います。修行者になる以上はですね、そういう自覚はとっても大切なんです。絶対にですね、居眠りとかしないでください。これは重説や契約書は作れない宅建士にですね、就職されてもその企業はかわいそうでございます。迷惑でございます。ですからですね、試験があるから真面目に聞くっていうことではなくてですね、登録したらすぐに実践できないと困るから集中して聞くって、そういうようなですね、心構えでやっていただけるといいと思います。登録実務講習はですね、短期間で一気に詰め込まれるんで大変ですけれども、とても重要なので、ぜひ集中して挑んでみてください。ということで、興味がある方は早めにですね、お申し込みをされることをお勧めいたします。ということで、また明日。夢に向かい必ずできる明日の世界へと